台風14号は日本の南を西寄りに進んでいます。今後は発達しながら北西へ進み、明日金曜日から明後日土曜日にかけて大東島地方に接近する見込みです。その後、進路を北から北東の方向へ変えるとみられます。大東島地方では明日からうねりを伴う高波に警戒が必要で、明後日、土曜日には暴風や警報級の大雨となる恐れがあります。 本島地方も台風の進路によっては、土曜日から大雨や暴風、高波に警戒が必要です。荒れた状態は日曜日にかけて続く恐れがあります。